はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここもチャンネルのショーが今日は2024年物流問題をお送りいたします。よろしくお願いします。まあ、2024年もうすぐですよ。あと数ヶ月ですけどね。もう大問題ですよ。まあ、物流の問題でね、もうすでにね、あの、まあ、物流を運ぶ仕事を担っている運送関係の会社、まあ、個人も含めてですけれども、ガンガンに廃業してます。潰れてますね。 廃業か潰れているか。まあ、本当に。あのね、これからもっと、すごい激増するんですよ。あの、なぜかって言ったら、まあ、ガソリン代が上がりますよね。上がってますよね。もっと上がりますよ。で、大変なことになるわけですよね。要するに、リッター200円以上行った中で、運送費を、まあ、あの、まあ、給食の問題と同じですよ。結局あの、下請けが、いや、ちょっとこれじゃきついんですよねって言っても、 払ってくれない。え、じゃあこれであの高速代もガソリン代ももう出ないんですけど赤字になってしまうんですけどって言ってもいや無理だねと今まで通りやってくれっていうふうに言われる。いやもうやめるしかないな廃業だよ。ということで突然廃業する。この物流の2024年問題、まあ、解決には全く至っていないし、解決する気配は全くないんですね。で、あの非常にですね、 あのーまあ、人は足りないっていうのもあるんですけれども、あの何が起きるかっていうと、2024年4月からね、トラックドライバーの時間外労働が960時間の上限規制というね、法律改定がなされるんですよ。でこれによって、要するに時間外労働、あのー、規定の時間外の労働の、まあ、残業ですよね、普通の会社員で言ったら、それをそんなにしちゃいけませんよ。 という、まあ、時間が設けられるわけですね。これによって、まあ、ほぼ遠くに遠距離で行くということができなくなるんですよ。だからあの、途中で誰かに交代しなければいけないんですよね。だから、トラックで、例えば200キロ走って、じゃあもう交代で、あのここからお宅に積み替えてっていうような、またドライバーが変わってとかね、まあ、無理ですよね。だって、人員が足りないって言ってるのに、その人員を確保できないじゃないですか。 でも、法律的に、もうそれ決まっているのであの、もう施行されるわけですよ。2024年の4月からね。これによって、輸送能力が大幅に減少してしまう。で、今みたいにガソリンがどんどん高くなれば、いやいやもう、時間もね、長くできないし、で、ガソリン代も高いし、で、高速料金のね、あのー、値上げもこれからどんどん上がるらしいですから、まあ、それもあったりして、 いや、もう無理だね、物流関係はということで、辞めてしまう会社、廃業する会社はもう続出しますよ。で、これで、あの、何がどうなるかって言ったら、荷物は今まで通り注文したりね、あの、インターネットで商品頼んだりとか、またはあの、そういうのじゃなくても、それはあの、個人の場合じゃないですか。お店とかね。そうじゃなくて、例えばスーパーに野菜をね、地方から、まあ、農家から、あの、 運んでいっておろすっていうのもあるわけですよ。直接今はね。で、直接契約してるっていうところありますから、だからそれがあの、距離が500キロあったりね、1000キロあったりするわけですよ。それでも今は頑張って運んでいるんだけど、そういう、まあ、もう超長距離ですよね。生鮮食品の。それが運べない。そうするとどうなるかっていうと、 まああの、新鮮な食材がスーパーに並ばなくなっていくんですよ。で、新鮮な食材が並ばないどころか、手に入らなくなっていく。そして、まあ手に入るかもしれないけれども、異常な値段になっていくわけですよ。高い値段にね。え、このキャベツおかしくないですかという値段になってしまう。レタスとかね。 だから1個、まあ、今でもね、4五百500円っていうね、値段がつく場合があるじゃないですか、今、値上がりしてるんでね。ところが1個1200円とかいうキャベツになってしまうんですよ。いやこれ、あのー、一部、アメリカの一部とか、まあ、イギリスでも一部で、ハワイも一部、地域によって、まあ、ハワイは顕著に出てますよね。あの値上がりして、キャベツが1000円超えてるとかね、そういう地域も実際あるんですよ、スーパーによってはね。 でこれって、まあ物流関係だったり、まあ、燃料が上がっていたりとか、まあいろんなものが複合的に絡まって値上げしているんですよ。で、まだあの、1個100円、1000円、1万円、これはあの、もうどんどん値上がっていくんですけれども、それがね、手に入るんだったらまだいいじゃないですか。今まで100円のものが1万円で売られてても、どうしてもそれ必要だったらもう買うしかないんだけど、手に入るだけいいんですよ。 あの、100倍になってもね。なぜかって言ったら、今後ね、手に入らなくなる可能性っていうのがあるんですよ。もう手に入らない。もう魚とか海から陸の方に500キロ運ぶことができない。もう魚食べれない。お寿司が食べれない。各回転寿司の店舗に魚が届かない。そういう、あの、本当にびっくりするような事態が来年起きます。これはね、今のうち、 食べといた方がいいですよ。<laughs> 魚好きな人ね。いや、もうほんとお寿司好きな人、バンバンもう毎日のようにお寿司食べて、これでもかーんと思うぐらい食べ尽くしておいた方がいいかもしれない。ただ、本当に食べれなくなる可能性出てきてます。あの、物がね、手に入らない。当然ね、今の当日都会の方ではね、アマゾンとかで頼んだら当日来たり、次の日来たり、翌日配達ってあるじゃないですか。当然そんなものも全部なくなりますよ。 もう延々来ない、待ってても,もう。地方なんかね。私、沖縄に住んでるんですけど、今でもすっごいかかりますよ。一週間ザラですよ、今。それが、おそらく来年はね、沖縄だったらもう送ってくれないとか、沖縄は送らないとか、業者によっては出てきます。間違いなく。いや、沖縄にはちょっと送れませんよ。特にあの、生物的なものね。今までは、あの、冷蔵冷凍で送ってくれたけど、いやいや、もう冷蔵冷凍。 で責任持てなだから、あの、今まで通りのね、ああ、あそこのなんかあの、デザートで美味しいね、なんかあの、ゼリーとかケーキとかね、冷凍で送ってくれたじゃない、あれ頼もうかって言っても、もう沖縄の配送は不可とかね、出てしまうんですよ。え、嘘でしょえなん、全然頼めるものないじゃないというふうになっていきますね。 これは必然的になります。まあ今でもその気配あるけれども、完全にね、あのー、始まってしまうのが、まあもう2024年4月なんですよ。これはあの、値上がりもそれに重なるしね、いろんな燃料、ガソリンとかのね、あと人件費の値上がりとかねで、世の中もものすごいインフレで値上がりがあっちこっちしている。それも重なってということですね。だから、 まあそれを考えるとね、もう労働者不足も重なって、もう全然荷物届かないっていう事態に絶対陥るんですよ。うーん、だからこれはね、もう本当に厳しいあの世の中になるね。あの今は荷物は、まあちょっと遅れても届くじゃないですか。来ないんですよ。頼めないんですよ。そういう世の中になりつつあるんですよ。でもそれを感じ取っている人って、 まあいるけど少ないですよ、まだね。ほんだこれはね、本当にね、あのー、今一生懸命頑張ってるわけですよね、運送会社の人も、ドライバーの方もね。で、もどんな遠くても、山の中のね、ポツンと一軒家でも同じ料金で届けているじゃないですか。絶対料金体制変わりますよ、そういうところ。もしくは届けないとかね、もうここまで取りに来てくださいよとか、逆にそんなことになると思いますよ。 だから山の中のポツンと一軒家、今は同じね、あの宅配便でも同じ金額で、もう1時間かかるわなんだろうが届けているじゃないですか。ありがたいことですよね。だけど、これはね、いつまでもそれは本当続かないですもん、も、まあ、来年もう続かないですよ、それ。あの、もうだんだん、あの、届けませんとか、別料金でびっくりするぐらいの値段になります。プラスアルファ。いやー、厳しいなーと思いますよね。 山の中でポツンと一軒家に住んでる人、品物が手に入らなくなるので、本当に孤立してしまうと思いますよ。だから自分で車なりオートバイなりね、何なりで買いに出かけるしかないんですよ。買い出し行くしかね。でも、ガソリン代が上がったり、または高齢でね、車もう運転できないんだよっていう人もいますよね。もうどうすることもできないですよ。だから品物が手に入んなくなってしまうんですよ。これはね、本当にあの、もう生活自体が崩れていくっていうことになりますよね。 あの、難しいです。だから、今、あの、もういるものは全部道具でも、一種類一つだと、壊れたらもうダメじゃないですか。だから、その、補修の部品とか同じものとか、三台とかね、気に入ってたら、もう買っとくべきですよ。そうしないと、あの、壊れても、いや、もう全然、私がね、この世から去るまで大丈夫だと思うぐらいあれば、まあ大丈夫じゃないですか、そこで生活しててもね。 だけどそうじゃなければ、いや、壊れてどうしよう、修理って言っても、もう取りに来てくれないしね、買うこともできない。いや、これ困ったなっていうふうになる、あの時代が、もうすぐそこまで迫ってるんですよ。これ2024年そうやってなります。間違いなくなる。だから、あの、離れて住んでいる人ね、山の中に住んでいる人とか、また私みたいな沖縄に住んでたら北海道に住んでいる方は、多めにいろんなものを購入しとかないと、 とんでもないことになりますよ。あの、品物がない、手に入らないっていう事態に、まあ、まず間違いなく落ち、落ち、落ちるでしょう。で、あのー、100均でもね、今は沖縄なんかでも同じ金額で、あの、東京、大阪と同じ金額で買えるじゃないですか。100円だったら100円。でもその値段設定も、いや、沖縄は150円ですねとかね、あの、いや、200円ですねって変わってくると思いますよ。いろんなもの。 そうしないとやっていけないんですよ。どう計算しても。どう考えても。今は、え、そんなことないでしょって今までに慣れてしまってるからね。この話をしても、いや、そんなことはないでしょってなるんですよ。人間って慣れてしまって安易な方を基盤とするっていうね。そういう性質があるんですよ。安心感得られるからね。だけど、 自分が想定できない、想像できない、ちょっと自分にとって苦しい、辛いっていうのは考えたくないんですよ。とに、とにかく。だから、人がそういうことを言っても受け入れられない、なかなかね。そんなことにはならないってなるんですよ。いやいやいや、なりますよ。間違いなくなる。これは。だって今もだっておかしいじゃないですか。これだけガソリンが上がったりね。品物がどんどんスーパーでも、え、え、え,えっていうぐらい上がったりね。毎月上がってるわけですよ。 こんなのありました今までに。ないですよね。だからこれからどんどんもっと上がっていくし、下がることはないしね、安定してこのまんまってこともないです。どんどん上がっていくの。で、人は足りなくなるしね、うん、だから運ぶのも運べなくなるようになるわけですよ。あの、要するに労働時間規制されるんでね。だから、必然的に、物理的に運べないんですよ、もう。それはあの、プラスアルファのお金取るか、 そこは運ばないよ、運べないよってするかどっちかしかないですよね、業者は。だから運べないよ、運ばないよっていうのは絶対出てくる。だから離島とか住んでるとこれからもっとすっごい大変な生活。今でも大変だけど、嵐の時とかね、来ないでしょ船がね。だけどもっと大変。だから今のうちにどんどん買っておいて、もう揃えておくっていうのしかないと思いますよ、これは。うん、だからね、あの、亡くなったら買うってしてるじゃないですか、電球でもね。 あ,えあれ電球切れちゃった。じゃあ買いに行こうかな。これダメだよ、そんな生活してたら。電球なんか山ほど何十個も買っといて、なくなったら、あ、そっか、倉庫にまだ30個あるから大丈夫だ。で、これ自分がもうこの世からいなくなるまでの分、買って倉庫ちゃんと建てて、倉庫に置いとけば、ねあのもう来なくたって大丈夫なんだもん、それで。 で、食べるものはどうにかなるでしょう。食べるものはね、海があったら魚釣りゃいいんだよね。だから釣り道具だって山ほどなきゃいけないね。いろんなものは。餌なんかだって海岸行けば、ね、虫とかそこら辺にうろうろしてんだから、そんなの、あの、針に引っ掛けて投げ込みは魚なんかいくらでも釣れるしね。んで、あの、捌くのがちゃんと捌ければ、も、ま、う、あ、全然問題ないわけですよ。で食べていく分には、まあ、お米が食べたいとか言うのがあれば、まあお米今のうちにいっぱい買っておいてね、真空パックとか、あの、玄米で買っておいて、 長持ちするように自分でちゃんと処理してね、保管して。で、あとは、ま、缶詰買っておくとかね。うん、それで、まあ、あと自分の身の回りで何か育てて種いっぱい買っとくとかね、もうやっておくべきなんですよ。それで、あのー、その食料品以外は、今言ったように電球だって電球30個ぐらい買って、電池だってね、100個、あ百本、200本買っときゃいいんですよ、充電池を。で、充電する電池200本もあったら、ね、入れ替わり立ち替わり充電すりゃいいんだから、 ね、あの太陽パネルとかで買っておいてね。だからそういう部品とか壊れそうなものとか消耗品っていうのを山ほど買っておけばいいんですよ。そうしないとね、無理ですね。で消耗品もどんどん買わなきゃいけないものは何か工夫して、もうどんどん買わなくていい。いや、もうこれがあれば、それを繰り返し使えば大丈夫とかね。あの、そういう工夫していかないといけないかもしれない。どんどん買って消耗して、買って消耗してっていうのを繰り返して、 買わなきゃいけないっていう体制をとっていると、まあ、離島とか山の中に住んでる人は、それが送って、あの、もらえなくなるし、手に入んなくなるから、生活が、あの、そこで壁に当たって止まってしまいますよね。だから、その生活スタイルっていうのを全般見直さなきゃいけないと思いますよ。まあ、見直しなんか簡単にできるんでね、あの、見直した方がいいと思いますよ、それはね。うん、だからもう工夫次第ということですよ。工夫すれば大丈夫、絶対にね。 だから洗濯石鹸も、あの洗濯機で洗ってて洗濯石鹸入れてっていうのだと洗濯石鹸が山ほどあってもどんどん使っちゃうからいつかなくなっちゃうじゃないですか。1年分とか買っといても1年後に。そうじゃなくて、手で洗えばいいんですよ。手で洗えば、あの固形石鹸でいいんですよね。で、固形石鹸だったら、例えばもう1000個とか買っとけばもう一生分ありますよ。で、それで頭も洗って体も洗って固形石鹸だけでいけるじゃないですか。 だから、あの、これは何々石鹸とか、これ何々洗剤とかやってるから、え、これないどうしようってなるんですよ。だから、自分で簡素化してね、生活を一本化するとかね、あ、これは全部固形石鹸でいけるなとかね、そういうふうにしていけば問題なくなるんですよ。でもそういう生活スタイルを構築できるかどうかって、もう本人次第ですよね。考え方と行動なんですよ。うん、だからそれがね、非常にまあ難しいけれども、やる気になったらできるはずなんですよね。 でもそこまで切羽詰まってきているんですよ、日本は。でもそれを感じないで都会に住んでてね、いや、そんなことない、大丈夫だ、大丈夫だ。いや、大丈夫じゃないよ、このまんま。都会に住んでても、ね、前々から言ってるように値上げがすごいから、家賃がね、賃貸で借りてたら、2年定期契約だったら、その2年後に新規の契約と同じだから、家賃かなり上げてもいいわけですよ。 だから10万円の家賃を12万にされるとかね。これは普通だから外国だと今。で、え、じゃあや、ちょっと、じゃあ引っ越しますよって強気に出て喧嘩したら、いや、引っ越してください。いいですよって。都会だとどんどん入るからね。強気なんですよ。だから、えー、って言っちゃった手前、引っ越さなきゃいけなくなっちゃった人とか出てますからね。いやいや、そんなこと言わないで、あの、いや、ちょっと無理なんで、もう家賃上げないでくださいって言ってもダメだったら、もうそれ飲むしかないんですよ。12万ね。上がっても2万円。 で、今あの、マンション持ってる人だって管理費とかね、修繕積立金がどんどん上がっていきますから、えー、そんなに上がったらやっていけないって言ったって上がっちゃうんだしょうがないな。もう払うしかないの、それね。だってどうすることもできないでしょ、そんな抵抗したってね。んだから、これからね、都会に住んでても大変。だから地方に住んでても大変。今言ってる、ね、物流関係ね、都会だったら物流関係、そんなに響かないけど、まあ、何があるかは分かんないね、だけどね。 もう何があるか都会でも品物足りなくなってくるものっていうのはあると思いますよ。当然ね。物流がおかしくなっていくんだから。でも地方の方が早く来ちゃうね。うん、だからバスの運転手さんも今足りないじゃないですか。だから減便してるでしょ電車もそうだけど。あの、都心でもちょっと郊外に出た、あので、出るとバスの本数今減らしてるんですよ。人が足りなくてね。で、これから値上がりもするからエネルギーが。もっと本数減らすかもしれない。電車もね。 そうすると不便になりますよね。当然ね。東京郊外でも不便になっていくわけですよ。大阪の郊外とかね。いや、これはね、非常に厳しい。うん、すんごい厳しいですよ。だから、とにかくね、あの、用意しないといけないね。備えていかないと。だから食料品も、もう日常生活品も、大量の備蓄ができればそれが一番いいですよ。私はあの、 絵を描くんでね、あの筆とかももう200本ぐらい買ってるんですよ。いろんな種類で。あの筆をね、総合でね、あの細いのから太いのまで含めて200本ですけど、あと絵の具ね、油絵の具をだいぶ前に、あの油絵の具もともと高いんでね、あの嫌ってほど買って保,保管してあります。で、1本ね、1500円で買った、あの外国のね、ヨーロッパから買った油絵の具が今ね、5800円なんですよ。同じもの。 1000円ちょっとで買ってた油絵の具ですよ。今5,800円なの。おかしくないですかで、今、だからそれ、もう、やっぱり、あの、いっぱい100本ぐらいあるんですけど、だから今買ったら、その、あの、4000ぐらい高いんですよ、本当に。だから 4000×100 本でしょ ?4,4 万、4, 40万。40万違うんですよ。本当に。いや、もうびっくりじゃないですか。で、さらに値上がりしそうなんですよ。これから。もう、 倒れますね。だから油絵なんか描けないですよ。油絵、一枚ちっちゃいのでも描いたら、一万とか二万飛んじゃうんですよ。そんなことあります今まで。ないでしょ油絵の具でね、絵を描くだけで、一万円、二万円かかっちゃうの。ただ絵描くだけで。だからもうどうしようもない絵描いたらゴミだよね、ただのね。<laughs> いや、本当に。もうやんなっちゃうね。<laughs> ただ塗った食っただけだったらね、一万円塗った食って終わりってことになっちゃうでしょ いやいや、厳しいね。だけどね。これは、でも、それがね、すべてを表してますよね。だから、また変えればいいですよ。その10倍になろうが100倍になろうがね、さっき言ったように100円のものが1万円になっても、どうしてもその部品がないと、機械が動かないっていうんだったら、1万円になったって買うしかないじゃないですか、今まで100円でも。だけど、1万円出しても変えればそれはいいですよ。おそらくね、買えなくなる。なくなると思います。 だから今のうちに確保しといた方が絶対いいんですよ。いろんな部品でも何でも細かいものでも文房具でも何でもね。うん、そうしないとね、あの、びっくりするような目にあってしまうね。これから。いや、とにかく厳しい。本当に。もう厳しいのみですよ。ね。それが2024年始まるわけですね。で、2023年10月から何回もお話ししてますけども、いやっていうほどね、激しい値上がりが始まりますね。 まあただ、あの、ガソリンと、ま、あの、電気代っていうのは、ちょっと政府が少し抑えてくれるみたいなね、そんな話をしているので、ま、若干、値上げが、あの、緩やかになるのかもしれないですけれども、ま、いつまでそれも続くかわかんないですよ。ま、とにかく、あの、全部、生活見直さないといけないね。あの、足り基本願じゃなくて、自分で見直して、節約、節電とかね、あの、エネルギー減らせるところを減らして、 で、あの、給料以外にも何か増やせる、ね、収入があるかどうかを検討して増やしていく。そのバランスをちゃんと取っていかないといけないと思いますね。あの、いつまでも今の事態が、まあ自分の状態が今いいとしてもね、今のいい状態は続かないですよ。だってあの、社会がちょっとおかしな方向に傾いていくので、やっぱりあの、自分に影響がちょっとずつ出てくるんですよね。 だから今安定していてもその安定っていうのはいつまでもずっと続かないんですよ。絶対に。あの、これだけ社会があの、歪んでおかしくなってるんで、もっと加速するの。10月からね。で、さらに来年の4月から物流問題で加速していくから、これはね、耐えきれる個人はいないよね、なかなか。だからそれに耐えなきゃいけないから、今からその生活全般見直して、 あの、自分改革っていうかね、自分の生活改革をしないといけないですよ。これは。そうしないと、なってからではね、驚いてから、え、な、じゃあ、ど、ど、どうしたらいいのって言っても、もう全く間に合わないですね。これは今まだね、あの、半年ぐらいあります。来年の4月までね。だ今は、自分改革、自分の生活、立て直し、見直し、改革っていうのをやっていかないといけないね。これは、あの、10月から値上がりも、2023年10月から値上がりは激しくなるので、 全般ね、あの、食料品も含め、日用品、いろんなものすべて上がっていくから、その中で生活が成り立つのかどうなのかを考えなきゃいけない、今。で、イライラして怒ったって無駄だよね。もう誰かのせいにしてわめいたって無駄。だって生活はしていかなきゃいけないし、毎日毎日、時は一日ずつ経って未来に進んでいくんですよ。だから進めなくなっちゃうわけ。そんなイライラした文句言ったって。文句言ってて解決しないからね。 な、とりあえず、まあ、ほんと今からね、計画して立て直さなければ、壁にぶつかってドカーンとなるね。ドカーンとね。<laughs> 怖いでしょいや、怖いよ。生活飛んじゃうわけですよ。飛びます、飛びます、坂上二郎ですよ。いや、もう二郎さん、ほんと助けてよ、二郎さんですよね。厳しい世の中になっていきます。 でも乗り越えて生きていかなければいけないんですよ。生き延びたいじゃないですか。生きていきたいじゃないですか。笑顔で前に進みたいじゃないですか。そのためには今から頑張るしかないですね。いろいろ考えて行動を起こしてね。頑張りましょう。ね。これ気合入れるしかないですよ。本当にね。あの、何にもしないでただ考えてるだけじゃダメですよ。行動を起こしてくださいね。気合入れてね。もう各個人個人で違いますから対策はね。頑張って対策をねって行動を起こして結果を出していきましょう。 うん、頑張るしかありませんね。応援してますから頑張りましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。